カツラジブルーレイ海を越えてもいいですか？スポーツ編。チョコって何が始まったかと思った方もいらっしゃると思いますが、はい、なんと出張版ウィオンマーケット沖縄版です。今回はね、はい、せっかく沖縄暖かいので、うん、いろんなスポーツにチャレンジしてたっぷり体を動かしていきたいと思っております。イエーイ、やったやった。まあみんなね、この後ろの景色見ればわかると思いますけど。そうですね、今回、まあはい、今回最初に挑戦するスポーツはこちらです、はい、せーの。そう、大好きなピンクでまとめてみました。ちょっとスカート短くない？え、短いじゃん。違うよ、あやだよ。なんで？なんで、ナサの方が短いよ。嘘、ほらほら、ナサの方が短いじゃん。やだ、だってほら、しかも靴下短いしさ。やめてよ、ちょっと。というわけで今回はゴルフです。ゴルフです。ということで、やったことある、うん、ゴルフ。私ね、パターゴルフだけやったことある。嘘、こういうやつ。私ない、ないの。じゃあ私が教えてあげるよ。本当に本当に。ほらほら、じゃあちょっとポーズを取って、ポーズポーズ取って、でこう足開いて、開く、はい、でこう腕を振って、どっち左から左右に、まあまあまあ、そんなことは変わらず、こっちほら、もっとこう胸こすって、ピッ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 、お尻ちょっと突き出して、突き出す。あ、いいね、そのこと。いい、うん、いい、びくしくちゃう。なんだよその手は。だってなんかちょっと居心地が良すぎて。どこの部長だよ。どっちに打つの？だから多分ね、左、こっちだ。分かってないじゃん。ないよね、だって昔のことすぎて。ダメだよ、こうこのままじゃできない。そうね、ちょっとラチが開かなくなっちゃうね。そうですね。じゃあ、そういうわけでね、もうチャレンジどころじゃないので、はい、私たちにゴルフを教えてくださる先生をね、本当ご紹介したいと思います。それではご紹介いたしましょう。インストラクターの稲田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今のね、私たちあの寸劇というか、はい、コントをご覧いただいてたと思うんですけれども、はい、本当に私たち何も分かってないんですが、はい、大丈夫でしょうか？そうですね、まあ基本さえしっかりマスターしてれば、はい、あの楽しめると思うので、はい、その楽しめるまで、はい、今日はあのしっかりレッスンしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。では早速やっていきましょう。はい、じゃあまず、はい、あの使いやすいクラブから、はい、9番アイアンですね。9番アイアン、はい、持っていただいて、はいはい、聞いたことだけは、はい、重い、聞いたことすらない。あの唯一、まあ、クラブと体がこうくっついて入れられるその手ですね、はい、まあ、グリップと言いますけども、はいはい、そのグリップをまずしっかりやっていきましょう、はい、まず左手を下ろします。下ろす、ダラーンと、はい、ダラーン、でクラブを置きますね、はい、で横から添えるように優しく握ります。はい、はい、その時にあのクラブとこの手に隙間があるとまたあのショットに影響がありますので、はい、これをしっかり隙間なくピタッと、隙間なくピタッと、はい、でこの時にですね、今こう見てるとこうなってますよ、あ、はい、そうではなく親指がこうまっすぐした時にちょっと右に来るぐらいですね。そうですね、はい、これはあの女性は特にちょっと多めに入れていいです。はい、はい、力が入る、分からんの、あ、そうですね、いいですね、あ、こんな感じですか、はい、で、親指もクラブの上に乗せると、はい、はい、で、次は右ですね。その左手の親指に右手の生命線がかぶるように、生命線取れた、一番右のこれですね、このあ、これ薄い、この線が、これがこうかぶるように、横から添えます。はい、で人差し指と親指で鍵穴をイメージしてください。はい、はい、で鍵の穴をの形を作るように握ります。
はい、そうですね、いいですね、それ、はい、これでグリップはいいと思います、はい、で、構えます、構えます、はい、その時に注意してほしいのがクラブの向きですね、うん、このクラブフェースと言いますけど、クラブフェースの向き、これを自分の大体狙ってる方向に向けます。ほう、いいですか、はい、ちょっと斜め上からいいですか、例えば旗を狙っていれば旗の方向にこれを向けます、ほう、はい、はい、で足の幅、これはだいたい肩幅よりちょっと広いぐらいですね、はい、そんなもんでいいです、で、振ると、実際に振ってみてください、いいですね難しい、わかんない、いいのかな、まずボール打ってみましょう、実際に球、はい、テニスとか卓球とかこうボールに当てに行く感じ、そういうイメージでこうボールに当てに行ってください、はい、面積ちっちゃいですねそこはもう小さいスイングでいいです、最初は経験者あや、てい、で、今見てると肘が曲がってますよ、はい、これだとボールとの距離がこう変わりやすいので、伸び、肘はもう常に伸びてます、はい、うん、左肘は、うん、伸ばしたまま伸ばしてこの距離を保ち、こうです、いくぞ、ちょっと待って、いくぞ、難しいな、あれ当たらないよ当たんないよ、あれ？え、飛んでった。すごい。はい、どうぞ。行くぞ。行くぞ。せーの。あ。でもすごく構えいいですよ。本当ですか？はい、とあとはもう慣れですね。飛ばしたいな。何その笑い、掃除をするときにほうきでこうサッてやりますよね、はい、ああいうぐらいのもうリラックスした感じでこう、あ、リラックスした感じで、うん、すかしたなほっ、あ、すごいね、だいぶ慣れてきてますね、どうしたらいいんだろう、ちょっとね、左手をまず伸ばした方がいいですね、伸ばして、はい、今まだ曲がってます、うん、そうです、はい、でこれを保ちながら腰の位置ぐらいまで上げるの、あれ当たらない、当たらない、あ、いいですね、ちょっと いけてきたんじゃない、ちょっといけてきたんじゃない、じゃない、ちょっと待って、それは緊張するぞ、おー、おー、すげー、嬉しい、すげー、ヌン先生、いや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 ということで、はい、コーチにがっつり、ね、レッスンしていただいて、はい、結構いけるんじゃないかと思います。大丈夫だよ、結構当たってたじゃん、でも当たるだけだよ、飛ばないよ、いや、そんな難しいの用意してる、そうだよね、初心者じゃ似合ってしてるけど大丈夫かな、いや大丈夫大丈夫、頑張ったじゃん、そっか、そうそう、ヌンさんいれば ね大丈夫だよね、バッチリなはずです、うん、はい、それではここで運用ポイントをかけたチャレンジをしたいと思います。今回私たちが挑戦するのはこちら、何まで入るかパターチャレンジ、
ということで、はい、これから私たちが一つの球を交互に打っていきまして、はい、何打でピンに当てられるかというチャレンジでございます、はい、さっきまでのね、さっきまでの私たちの一生懸命飛ばしてたのは何だったのかよくわからないんですけれども、だってヌさんあんなに飛ばしてたのに、そうだよ、大活躍できると思ったのにね、まあ、でもほらうちらのね最低限の球に当てるっていうところはもうクリアしたので、確かにね、基礎が生きるということで、はい、早速チャレンジしていきましょう、うん、さてさて、はい、狙うのはあそこでございますけれども、どっちからやる？どっちがいい？私やろうか。本当？うん、私先にやって、うんうん、でヌーさんが調整していく感じにした方がよくない？そうね、うん、ちょっと協力してるっぽい。そう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 、じゃあ、あやからまずじゃあ試しの私が、はい、よーし、ねえねえ、ああいうの、ああいうのやってよ、あの、何？なんかこう、こう、こういうやつ。何それ何それ、なんかさ、あるじゃんあるじゃん、なんかさ、え、しない？し、わかんない、するじゃん、なんかさ、これだけ倒れた方なんかダメだよ、違う違う、じゃあなんか、なんか狙うところをさ、こう、なんかよくわかんないけどなんとなく大事やるよ、もう行くよ、うんうん、見てろよ、あちょっとずれたね、ちょっとずれたな、ちょっとずれたね、結構結構下がったね、でもちょっとずいぶん近づいたから、では私が行きますよ、風強いから気をつけてね、ちょっとこっちから吹いてる、ちょっとこれプレッシャー、え、風風風を読むとか、ちょっとどうすればいいの、弱めね、ドキドキすんねこれ、あ、どうしようこれ、いきますよ、見たこれ、今の見た、ここ惜しくない、ここ2センチぐらい、ごめん、うそー、めっちゃ惜しかったね、狙っていくよ、まだまだ大量ポイントいけるか、これさ、これで当てたら何ポイント？300だって、マジで？ちょっと待って、ちょっと、そうだよ、沖縄に来れる半分ぐらい稼げるんだよ今ので、マジで？ちょっと待って、え、行くね、ちょっと待って、頑張ろう、そう、行くよ、ちょっとちょっと頼みます、頼みます、やっただね、ね、うちら地味だね、そうだよ、パターンするからってやつよねえ、うん、今日さ、きっと誰もパンダにパンダにはと思わなかったチョコテパターチャレンジの結果、なんと300ポイントゲットです、ありがとうございます、素晴らしいですね、はい、まさか3打で入るとは思わなかったですありがとうございます、あやが大活躍してくれました、いやいや先生のおかげですよ、ごめんね、ごめんね、外しちゃって、あ、でもね、したらもう100ポイント大丈夫だよ、本当大丈夫ね、ヌーさんさっきちょっと力みすぎちゃった、ね、そうね、ちょっといっぱい飛ばしたからねちょっとね、そうそうそう、力が入りすぎましたが、はい、まだね、チャレンジ残ってますんで、はい、どんどん行きたいと思います、うん、頑張っていきましょう、はい、それでは続いてのチャレンジに行きましょう、はつらじ